皆さんこんにちは。業界最安最短距離であなたの夢が叶います。チョファ日本オリジナルフラワー協会花チャンネルの時間です。本日のテーマはラウンドブーケ、チョファ黄金ルールのつぼみ高く開花低くというルールが使えます。今日一日でしっかり覚えられてください。それでは参ります。材料はラナンキュロスという花ですね。こちらです。そして小花があります。アーティシャルフラワーですね。そしてラッピング剤は今日は同系色のネットのラッピング剤を使います。お花と同系色のラッピング剤を使うと上品にまとまります。そしてリボンの重ね棒ですね。やはりピンクの濃淡でこのように作っております。リボンをたくさん重ねまして、裏で白いワイヤーでねじっております。このリボンの作り方いろいろありますので、またこれはこれで、次回にリボンワークとして講義をいたします。たくさんリボンを重ねておりますので、これは重ね棒というタイプのリボンになります。はい、それでは始めたいと思います。まずこちらで小花ですね。つぼみ高く開花低く、どっちがどっちだったかなって忘れられた時は、ちょっとあの菜の花を思い出してください。菜の花は下から上にずっと咲いていきますよね。大体の花が、下から咲いて、上がつぼみという形が多いので、これはもう自然の法則として理にかなったものなんですね。なのでこれをお花を生ける時にも意識されると、とても自然な美しいお花が入りやすくなります。さてこちらですね、小花3本ありますので中心に寄せてあげますね。はい、このようになります。そして、ラウンドブーケの場合はここが丸くラウンド状になるように生けてまいります。手の持ち方ですが、この茎の下4本分よりちょっと余裕を持たせて長めに、このように親指と人差し指で軽く持ちまして、この3本の指は添えるだけですね。軽く添えるだけで持っていきます。これにお花を当てていきます。ラナンキュロスのつぼみが4本ありますので、これを前と後ろと右と左ですね、このように持ちまして、あくまでも左手は軽く輪っか状に持っております。はい、でこれに開花を添えていきますね。開花、この葉っぱがありますので、葉っぱは外側に向けてあげますと、額縁効果があって美しく見えやすくなります。ラウンド状にするためにちょっと下げておりますね。開花は低くです。丸く丸く生けていきますよ。はい、葉っぱは外側にしまして、はい、このようになります。ちょっと整えましょうね。葉っぱを外側に額縁効果で生けてあげまして、ここはまん丸く中高にこのようになっております。はい、ではここまで行きましたら、ちょっとラッピングの準備をしたいので、これを輪ゴムで留めておきますね。茎のところ 2,3 本のところで、下から指4本分ぐらいの高さのところで引っ掛けまして、くるくるっと巻き、また根元の方を引っ掛けます。こうするとですね、手を離しても大丈夫になります。あらかじめ置いておきました、このような花入れにお休みさせておきますね。はい、で次はラッピング剤ですね。これは最初は60センチ×60センチの
正方形を用意されてください。でちょっとこれはもう切っていますが、正方形と思って今から説明いたします。まず 60×60 の正方形を1回半分に折りますね。はい、このようになります。そしてもう1回折ります。正方形を折りましたら、これが三角形になっていくはずですね。はい、2回折りました。もう1回折ります。3回目、そしてさらに4回目、4回折ってくださいね。4回折りますとこのような形になります。そして、正方形を畳んだ時はここがちょっととんがったような感じになりますので、ここをハサミで丸くチョキ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 と切って、広げますと先ほどのお花型のラッピング材ができるというわけです。こうですね。はい、ではこちらに先ほどまとめました花束を、ブーケを置きます。でこの時に真ん中に置くのではなくて、ちょっと背中の方を、こちらですね、背中の方を長めに取っていただいて、手前は短めの方がいいと思います。で、ラウンドブーケなので、まあ大体一緒なんですけれども、一番自分で見栄えがいいかなと思うところを正面に上にしてください。そして手前をこのように畳みます。で左右をひだを寄せてあげますね。右を寄せました。左もクシュクシュクシュと寄せて、ラッピング材もお花の一部のように可愛らしく扱ってください。はい、このようにふんわり広げてあげます。でこの今自分が正面と決めたところにおリボンの正面を当てまして、このような感じですね。そして裏でワイヤーをねじります。ここで3回ほどねじってください。でねじって残ったところのワイヤーはペンチで切ってもいいですし、怪我をしないように曲げてですね、隠してあげてもいいです。はい、根元のリボンをもう一度整えてあげますね。リボンはふっくら膨らませてあげると可愛らしいかなと思います。はい、このようにして、可愛いラウンドブーケが完成いたしました。今日のおさらいをいたします。つぼみ高く、開花は低くですね。はい、で、ラッピングは60×60 の正方形で花形にカットいたしました。リボンはたくさんリボンを重ねた重ね棒という技法を使っております。でこちらのラウンドブーケはですね、非常に応用範囲が広くて、また基本中の基本として出番が多いものなんですね。例えば誕生日プレゼントにもいいですし、いろんなお祝い事、それからお友達のところに遊びに行った時のちょっとしたお土産としてもですね、いろんなシーンで使えるかなと思います。でこちらこういう風に置いて飾っても美しいですし、また花入れがありましたら、花入れにこのままこのようにして刺して、リボンもこう膨らませて、このようなですね、インテリアとして飾っていただけてもとても可愛らしいかなと思います。さて今日のですね、ポイント、つぼみ高く、開花低く、こちらはですね、今大手の書店でも販売中です、好評販売中です、ジョファ式フラワーアレンジ10の黄金ルール、こちらでとっても分かりやすく図解で説明してあります。4ページ5ページこちらですね、こちらのジョファ式黄金ルールその3に載っております。どうぞご確認ください。はい、本日はラウンドブーケいかがだったでしょうか。花チャンネル
来週もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ごきげんよう。